もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え？桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前。俺、桐生のためにも頑張ります。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、桐生は相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうか、そうか。ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら。
すみません。会場へは受付を。本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいか。はい、ありがとうございます。桐生、カズマだと？てめえ、もしかして堂島の親父殺して無所行ってた桐生か。いや、別人だ。だよな。親殺しの桐生がこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。あいつもそんなにバカじゃねえか。間もなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。おい、あとで絶対に。いや葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！たく、最近の若いやつは。
さっき模章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが見てたんですか。実は模章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おい、おい、おう、葬儀関係者か。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合正面から堂々とはの、堂島の桐生は
なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、道島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい。とにかく風間のおやすさんのところへ。おやすさんはこちらです。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東条会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやすさんを呼んできます。
ズマ。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん。何があったんすか、東条会は。それに錦はあったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやす！か、風間のおじき！てめえ！お前、キリュウ！キリュウ？なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島の、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを100億を頼む。行け。
ここは搭載編で